お世話になります。ひとりでございます。鎧の孤島で導入された新要素、ウロボ。ウロボにはどんな道具でも4つ入れれば新たな道具を生成できますよね。ではソードのストーリーでザシアンを捕まえた時にしか入手できない道具、朽ちた剣を4つ入れたらどうなるのでしょうか。もうレシピは開拓されていると思うので、もうすでに知っている方も多いでしょう。ただ私は結果が気になりすぎて眠れず、もう準備を始めちゃいました。なので私自身の眠気解消のために、今回はウロボに朽ちた剣を4つ入れたら何ができるのか、サクッと検証していきたいと思います。はい、ということで早速やっていきたいんですが、まだ私ですね、この通り朽ちた剣1個しか持っておりませんので、しっかりストーリー3つクリアしまして、ザシアンもゲットして朽ちた剣手に入れていきたいと思います。はい、じゃあようやくクリアしましたので、ザシアン交換していきましょう。まあ、ちなみにポケモンホームで最初ゲットしようと思ったんですけど、ポケモンホームだと持ち物持てないんでゲットできないんですよね。ですからちゃんとクリアしないとできないっていう点でも結構きついですよね。はい、2体目ゲットですね。お疲れさん。はい、3体目ゲットですね。よし、で持ち物を全部預かっていきましょう。預かる。はい、これでようやく朽ちた剣4つ揃いました。はい、ウロボに話しかけていきまして、メニューを選んでください。合成する、合成に使う道具を選んでください。行きましょう。はい、朽ちた剣4つ、行け、頼む。1つしかありませんがよろしいですか。全然 OK、 こんなこと聞かれるんだ、知らなかった。選んだ道具を合成します、よろしいでしょうか。行きましょう。ていや、合成を始めるためレポート書くの？マジか、これ戻れないの？はい、行きましょう。はい、いいの来いよ、めっちゃいいの来るっしょ、知ってるよ私、来るのはいいの。合成完了、来いよ。はい、なんか光ってるよ。悲しみはいつの時代も人を苦しませます。どこか遠くへ行ってしまいたい、そんな時があってもいいのではないでしょうか。